この事故以来ですね、思い詰めてきたことが今日大声でですね、法廷で出せるということは大変こう、なんていうか複雑な思いですね。事故をなんかなかったようにされたんでは困っちゃうわけですね。こんなに多くね、来ていただいてありがとうございます。本当に何と言っても許せないのは事故ですよ。ね、起こさないって私にいくら約束したでしょうか、あの連中が。それを起こしておいて、20ミリシーベルトで帰って住めとかですね、賠償の打ち切りとか、なんだかんだ言ってますけども、とんでもないことですよ。国民に対して大変な被害を与えて、核の平和利用という言葉は一気に崩れたんですよ。それを皆さんね、私は絶対訴えていきたい。核の平和利用じゃないんじゃないですか。核は結果的に壊したんですよ。人を壊し、人の体を壊し、心を壊し、そして地域を壊し、日本全体を壊して暗い気持ちにさせてるわけですね。あの区域外とか区域内とか関係ありません。私の裁判は放射能にさらされたことをそもそもそれを問題提起にしていく裁判なんですよ。特徴の第1点目としては、避難指示の遅れ、政府の避難指示の遅れによって原告井戸川さんを含めた双葉町の住民を被爆させたことの責任を問うという点です。もう1点は、被爆の被害が存在するということを明確にすること、この2点を大きな特徴として、またこの訴訟の目的として掲げております。井戸川さんは、その3月12日の午後3時半ごろに、1号機が水素爆発して、で上からあの放射性降下物が降ってきたわけですね。でその日の夜に福島県立医大に行かれまして、でそこでホールボディカウンター等であの放射線被曝の検査をしています。これからさらに主張していかなければいけないこととしてはですね、そのホールボディカウンターで一体どういう結果が出ているのか、どれだけ被曝しているのか、今そのデータを福島医大から取り寄せてあの分析しようとしているところで、その分析の結果が出たらそのあたりのことをより詳細に主張していく必要があります。私はなぜこの検査を求めたかというのは、まさに今のように被爆の実態が分からないということを言われると思ったのが、あの地震の最中です。この地震は大変なことになる、ものすごい大きな事故につながっていくから、その後に来るのは必ず隠されるという、でそう思いながら地震の時車の中で言いました。で実際もう想定もしていなかった1号機の爆発と、まあ、あの空からねひらひら降ってくるものにあの被爆したという、その思いの時にさらにまた隠されるという強い思いがありまして、今晩中に医大に行って証拠を残しておこうと、そういう思いで検査に行きました。私一人だとあのダメですから、職員あと2人合計3人ですね、行って測って、おります。で ID 番号は私は1番です。だから今度の事故で私 の, あの被爆の検査っていうのは、県の医大では、まあ、県っていうかもう世界中ですね、私は 1番 の, あの ID 番号をもらってますけど、まあ、残念ですけどね、まあ、そんな形になっております。だから訴状には詳しくは書いておりません。これからです。